こんにちは。歴ショックです。今回は、政治要素が絡んで非常に険悪だった、貞子と秋子の嫁姑関係について紹介します。貞子は一条天皇の寵愛を一身に受けましたが、貞子と入れ替わるように秋子は息子のそばから離され、兄、道隆と関係が悪かったこともあり、中野監督家に息子が取り込まれていく様子を苦々しく見ていました。自分は英雄天皇と険悪な関係しか築けず、貞子に嫉妬の感情も抱いていたとされ、従者同士が衝突する事件も起こしており、道隆死後、道長に肩入れする過程で、秋子は仕返しのように貞子を追い詰めていきます。ですが、王子を産んだのは憎き貞子で、秋子も嫁は嫌いでも孫は可愛く、やがて貞子と子供たちの排除を願う道長との間で板挟みとなってしまいます。今回は、貞子をいびりすぎた結果、一条天皇に嫌われ寂しい最後を迎えることとなった、姑としての秋子について紹介します。身勝手な兄に愛想を尽かす。秋子と中野関白家の決裂。秋子と貞子は15歳差であり、貞子が生まれた翌年の978年に、秋子は16歳で円雄天皇のもとに受胎し、980年に安仁親王を出産しました。しかし、円雄天皇と秋子の父、兼家は、円雄天皇が敵視する冷泉天皇に兼家がかつて娘、東久を受胎させ王子を誕生させたこともあり関係は良くなく、兼家の兄、兼道が関白を務めていた時代には、円雄天皇は自身の名で兼家を左遷するほどでした。兼道の死後、兼家が復帰し秋子はようやく受胎できたものの、依然として円雄天皇は兼家を警戒しており、安仁親王を産んだにもかかわらず、二人の間には和歌の贈答すら一つもないほど関係は冷え切っています。円雄天皇も、他の妃との間に王子が生まれればそちらを後継者にしようと目論んでおり、982年には、今まで前例のない王子を産んだ秋子を差し置いて、このいない関白藤原の頼忠の娘、信子が皇后とされ、反発した秋子は安仁親王を連れて実家へ戻ってしまいました。以降、秋子は生涯にわたって円雄天皇とは別居状態となり、一人息子の安仁親王こそが秋子のすべてとなります。また、実家暮らしが長くなったことで、先に婿入りし実家を出ていた道隆、道兼と異なり実家に残っていた道長と秋子は特に仲良くなり、この二人のつながりが後に政治を動かしていきます。986年の火山天皇出家退位事件、関奈の変では、秋子は事前に兼家を摂政に任じた円雄天皇同様、母として当時皇太子だった安仁親王の身柄を動かし、一条天皇として即位させており、自身も兼家の力で皇太后の地位に上げられました。ただし、この皇太后の地位はまだ摂政としての兼家の力あってこそで、秋子は父と協力し、不敬をもって政治に介入しようとしてくる円雄天皇を牽制するなど、兼家の権力確立に貢献します。息子の一条天皇の高級政策も兼家主導で行われており、兼家は990年に、自らが天皇の代理である摂政から相談役に過ぎない関白へと権限が縮小されることを厭わず、わずか10歳で一条天皇を元服させ、結婚ができる状態にしました。そして、後継者としてすでに989年に内大臣としていた道隆の娘、貞子が、一条天皇の元服の直後に受胎します。兼家が焦るかのように一条天皇の元服を早めてまで貞子を受胎させたのは、自分の目の黒いうちに貞子を皇后に立候補することを目指していたからとされます。その背景には、王女を産みながらも皇后になれなかった秋子の時の失敗があり、立候は兼家の悲願と言ってもいいものでした。しかし、兼家は貞子の立候までは見届けられず、受胎の半年後に亡くなり、兼家の思いは道隆に引き継がれます。秋子は、991年2月に円雄天皇が崩御した後、9月に出家し、道隆によって退位した上皇に準ずる権限を持った先例のない女院とされますが、兄弟の関係は決して良好なものではありませんでした。兄弟の対立は兼家の死後間もなく始まっており、具体的には、兼家の死の3ヶ月後に行われた貞子の中宮立候から本格的に始まったとされます。
道隆は立候にあたってすでに3つとも埋まっていた妃の位に、皇后の別名である中宮を強引に皇后に並び立つ別の位と解釈し、史上初の妃4人体制を作り上げ、貞子を中宮としました。これについては多くの貴族が不快感を示し、道隆によって貞子に仕える中宮大夫とされた道長も立候の儀式を欠席するなど反発しており、道長と仲の良かった明子も同様だったと見られます。特に明子、道長ら一族を怒らせたのが、強引な立候以上に父である兼家の喪中にもかかわらず盛大な立候の儀式を行ったことで、明子にとって道隆は親不孝な上に弟を駒のように自分の娘に仕えさせる薄情者と映りました。道隆としては一族の悲願のために突き進んだだけかもしれませんが、一族の心情を考えず自らの中野関白家の栄達のみを追い求める姿勢は明子の反発を招いていき、ついには貞子に明子の怒りの矛先が向かうこととなるのです。嫁に息子を奪われ、嫉妬と憎悪に狂い始める明子と貞子の対立。貞子は中宮となった後、一条天皇との関係が良好だったこともあり、それまであてがわれていた東華殿から一条天皇が住む清涼殿の一室に移り、そばで暮らすようになります。この煽りを食らったのが明子で、一条天皇の即位以来、常に母としてそばにあった明子は貞子と入れ替わるように代理を退出することとなり、いわば嫁に息子を奪われる形となりました。しかも、10歳で母の手から離れ独り立ちを余儀なくされた一条天皇は貞子と良好な関係を築き、藤原のこれ地から中野関白家の面々も頻繁に一条天皇の元を訪れ共に過ごし、あっという間に外戚の中野関白家が織りなす雅な世界に引き込まれていきます。当時、明子は28歳、貞子は13歳で、自分は英雄天皇と良好な関係を築けず代理を去った上に、愛する息子とも引き離され、息子は嫌いな兄の娘と仲睦まじくしている様子に、嫉妬と憎悪の入り混じった複雑な感情を持っていたのは想像に難くありません。明子の貞子への感情を表している事件が、995年2月の明子と貞子の従者同士が乱闘に及んだというもので、貞子と並び立つ信子と明子の話とする説もありますが、明子の貞子に対する感情が従者にも伝染していた可能性が指摘されています。明子が道隆の援助で女院の称号を得て東三条院を号すのは貞子立候の1年後のことですが、明子は表向きは道隆と兄弟、さらには一条天皇の強力な後ろ盾として良好な関係にあるとしていたものの、内心ではかなり嫌っていました。それを表すのが代理退出後の明子の住まいで、明子は東三条院を号しながらも、道隆が兼家から受け継いだ東三条殿にはほとんど住まず、道長と智子の住まい、土御門殿で暮らしています。明子の道隆嫌いが爆発したのが、995年正月の一条天皇が土御門殿にいる明子を訪問する朝勤行幸で、関白の道隆は当然随行するはずが、前年からの体調悪化で参加できず、中野関白家を注視する一条天皇も万が一があっては困ると不参加を認めていました。しかし明子は、道隆の病状はお構いなしに、事情を知った上で不参加は許さないと強い口調で言い放っており、日頃の憎悪ゆえに、一条天皇の意思も無視して道隆を非難しています。こうした状況下、式が近づいた道隆は、これ地下に権力者の座を譲ろうと動きますが、道隆に並ぶ権力を持つ明子は道隆に協力することなく、これ地下ではなく道兼に関白の座が渡るよう動きました。道隆は、一条天皇にこれ地下の関白就任を願うも、一条天皇は明子の意向もあり、道隆が病の間だけこれ地下を臨時の代行として内乱に任じるにとどめます。この状況下、道隆の死の5日前に、まだ関白就任の望みを持つこれ地下は、関白の地位の象徴ともいえる専用の警備兵、随人を道隆から受け継いだことを明子に報告しに来て2人は対面しました。ただし、この出来事について、藤原の実助が皆に笑われるであろうと記しているように、明子が反中野関白家として動いていることは周囲も承知のことで、これ地下は政治状況すら把握できていないと評価されています。実際、この頃すでに、明子は兄弟の立場を生かして、道兼の関白就任の根回しをしていたとみられ、これ地下の報告も、明子にとっては嫌いな兄の息子が無様を晒している、滑稽なものでしかありませんでした。
道隆が亡くなった2日後には、実家に戻っていた貞子が代理中が汚れることも厭わず参拝し、一条天皇にこれ近の関白就任を直訴したと見られていますが、一条天皇が首を縦に振ることはなく、明子の思い通りにことは進んでいきます。そして、道兼が関白就任後わずか7日で亡くなると、これ近ではなく明子の大本命の道長が関白代行といえる内乱に就任しました。権力者となった道長は明子を後ろ盾としており、明子は並ぶ者のいない最高権力者となりますが、同時に中野関白家の面々にとっては、自分たちを忌み嫌う叔母が全ての権限を握るという最悪の状況になります。翌年には、数度の騒ぎを経て、これ近、高家が妾をめぐって家財法王に絵を追いかけたことに端を発する調徳の変が起きました。この時のこれ近の罪状には、家財法王への攻撃に加え、道長、さらには明子を呪詛したことが入っており、事実はどうであれ、中野関白家は道長に加え明子とも対立した末に没落していきます。一連の事件の中で、貞子も検非違使から逃げるこれ近を自邸にかくまい、検非違使に自邸に踏み込まれた際には衝動的に自分で髪を切り出家してしまい、妃としての正当性を失っています。貞子は同時期に、一条天皇初めての子、長子内親王を産んでいましたが、出家した上に実家も没落したことで、新しい妃を迎える機運が高まります。当時まだ16歳の一条天皇の結婚に口出しできるのは母である明子ただ一人で、妃の選定には明子も関与したとされます。明子が望む、道長の長女の明子はまだ8歳で候補になり得ませんでしたが、愛する息子に一刻も早く王子を設けさせるため、明子は別の妃候補を次々と選んでいき、ボロボロの状態の貞子を追い込んでいくこととなります。最後まで嫁に辛く当たった結果、息子に嫌われる。嫁姑の対立の結末。貞子の出家後、よし子、元子の二人が次々と一条天皇に受内しましたが、二人とも藤原氏出身ながら、母は皇族に連なる人物という共通点があり、ここに明子の意向が働いていたとされます。貞子は一条天皇の寵愛を独占しましたが、母の高階の高子は受領階級の低い身分出身で、傍から見れば皇后の貞子よりもよし子や元子の方がずっと妃としてはふさわしく、貞子を貶め、一条天皇の寵愛を他に移す明子の意図があったと見られています。映画物語では、明子が誰でもいいから王子を産んだ者を寵愛しなさいと一条天皇に語ったとされ、貞子でなければ誰でもいいと言わんばかりに、この頃の明子は王子の誕生を願っていました。しかし、よし子、元子、さらには998年に受胎した亡き藤原の道兼の娘、高子が子を産めない中、一条天皇は出家の身の貞子をこっそり愛し続け、999年に貞子は一条天皇初の王子、敦康親王を出産します。明子にとっては、貞子の子といえど待望の王子で、それまでの態度が一変して、一条天皇に対し生まれたばかりの敦康親王に剣を授けるよう提案するなど、理想とは違いながらも敦康親王を盛り立てようとしました。一方、明子を受胎させたばかりの道長にとっては、貞子の出産は望むところではなく、貞子が出産のため屋敷を移る際には、自分が加わらないばかりか、同日に貴族たちを自分の別荘に招待し、貞子の行列に加わらないよう仕向けるなど露骨な嫌がらせをしています。もっとも、この時に道長に従ったのは藤原の道綱と藤原の忠信の二人だけで、多くの貴族は貞子の復権の可能性も考え、どっちつかずの動きをとっていました。道長は自分の娘の王子にこだわる一方、明子は一条天皇の王子ならば母は誰でもよく、反中野関白家で一致していた道長と明子は、皮肉にも明子が貞子の子、敦康親王に肩入れしたことでほころびを見せ始めます。明子が融和策として道長のために動いて実現したのが、前年に太后太后の政子内親王が亡くなったことを契機とした明子の中宮擁立で、史上初の一定二公状態となりました。もし、道長が一条天皇と対立しては、かつて兼家との対立の末に退位を早めざるを得なかった円雄天皇の身の前に一条天皇がなりかねず、弟とはいえ、明子は権力者としての地位を確固たるものにしつつあった道長の機嫌を損ねるわけにはいきませんでした。
この時の晶子は一条天皇と道長の関係が決裂しないよう取り持ち、貞子を嫌いながらも敦康親王を大事にするという、下手をすれば全方向から恨まれかねない状況に陥っています。実際親王がたたったのか、晶子はたびたび体調を崩し渋滞に陥っており、997年には重病に陥った自分の回復を願う恩赦で、これ力憎き中野関白家の面々を赦免する羽目になりました。千年には貞子が第三子を解任し、一条天皇は敦康親王を正式に親王の身分として、その気になればいつでも皇太子家定親王に上位し、新たな皇太子に敦康親王をつけられる状態を整え、いよいよ道長は追い詰められます。しかし貞子は義子内親王を出産した直後に24歳の若さで亡くなってしまい、一条天皇も三代した九郎殿と藤原行成に悲しみをぶちまけ、せめて貞子を丁重に弔おうと道長も呼び出しました。この時道長は晶子の病状が急変したとの知らせを優先し、一条天皇ではなく晶子の元に出向いていますが、行成の言記には晶子の病気はそれほど重くなかったことが記されています。この一件は、貞子のために働く気はなかった道長を、晶子が気を使って自らの病気を大げさに騒ぎ立てたものとされており、晶子も、敦康親王の母といえど、嫌いな貞子に対しては生涯冷淡だったと言えます。ただし、恨み一辺倒だったわけではなく、母を失った義子内親王を天皇家家長として手元に引き取り養育しており、貞子の子といえど、自分の孫への愛着はあったことは確かです。貞子の死の翌年には、体調を崩しがちだった晶子も40歳で生涯を閉じます。晶子は、晩年には道隆の怨霊に取り憑かれたと噂され、死の直前には一条天皇がこれ近を元の小三味に復帰させるなど、晶子の脳裏には最後まで憎き兄の中野関白家がちらついていました。一条天皇は、貞子との子たちと共に晶子を何度も見舞っていましたが、いざ晶子が亡くなると、道長が悲しみをあらわにした一方、一条天皇が悲しんだ様子は伝わっていません。埋葬までの一通りの手続きが済んだことを行成が報告しても、一条天皇は正月の行事での子供たちの世話役を伝達するのみで、晶子について語ることはついにありませんでした。これは、貞子の死去時の晶子、道長の対応への仕返しと見られており、晶子は嫁をいじめすぎた結果、息子から死に際して冷たく扱われるという、母として最も不幸な最後を迎えることとなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。ツイッター、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。